この5月 SIM ロックフリーが義務化されました。中国のファーウェイジャパンはこの SIM ロックフリーの市場の拡大を見据えてグローバルモデルの発表会をこれから開催します。皆様こんにちは。2015年5月份日本市场开始了 SIM Free， 终端产品被总务省要求解锁进行销售。那么 SIM Free 给日本的消费者以及日本的业界带来的最大的不同是什么？就是对终端产品销售奖励 incentive 的减少。那么针对终端的，在2013年，广大的消费者看到日本市场的 cashback 在2015年5月以后将会被大幅度的减少，终端产品将迎来一个公平竞争的时代。华为在2015年跟乐天合作，通过乐天的线上的销售渠道来销售华为的终端产品、荣耀产品。我们非常荣幸地告诉大家，我们将这个 owner。这就是下面我要讲的，就是这一次针对华为跟乐天的首家网络旗舰店。那么下面呢，我给大家汇报一下啊，在过去的一年里荣耀所取得成绩。荣耀成立于2013年12月，也说到目前为止啊仅仅一年多的时间。那么在2014年，我们在全球销售了2000万部荣耀的智能手机，啊，那么在同时呢，已经到目前为止进入了将近60多个国家，啊，60多个国家，啊，行业呢管这种现象叫做荣耀的奇迹，啊，因为仅仅在一年的时间里销售两千万部手机，一下子走向了全球，啊，这种现象在全球是绝无仅有的。那么到了2015年啊，荣耀的目标是我们在一年当中继续在全球啊实现快速的增长。那么在2015年，我们的目标是做到4000万部啊，其中的全球的市场，就是说在这个是今天我给大家带来的产品荣耀6 Plus。 那么它采用了最新的仿生双摄像头的技术。下面我们邀请乐天副社长平井先生。満を持して登場いたしましたオナー6プラスカラーバリエーションはゴールド、ホワイト、ブラックの3色となります。これまで格安スマホというふうに一括りにされてきた端末とは全く一線を画す画期的な最高峰のフラグシップ端末だと思っております。今回楽天モバイルではこのオナー6プラスを2015年の春夏モデルとしてそのフラグシップ端末として位置づけ積極的に販売をさせていただくことになりました。まずこのオナー6プラス一括での販売価格は税別で45,800円です。楽天モバイルとセットで販売、セット販売でご購入いただく場合分割でもお支払いが可能です。楽天カードでその場合税込みで月々たったの2061円。またオナー6プラスでは楽天の各種サービスをより便利に使っていただけるように主要なアプリケーションをプリインストールしております。このオナー6プラスの発売開始を記念いたしまして特別に弊社では
ご購入キャンペーンを用意しております。このキャンペーン期間中にお申し込みいただいた方にはオナー6プラス純正のレザースマートカバーをプレゼントさせていただきます。当初はこのオナー6プラスは非常に美しいデザインなのでカバーなしで裸で使っていただけてもいいんじゃないかなと思っていたんですが、私自身このスマートカバーを使ってその使い勝手の良さに感動してしまいました。今回、キャンペーン期間中に、購入特典としてオナー6プラスを楽天モバイルでご購入いただいた方には無料でプレゼントをさせていただきます。これからですね、今回発表させていただきましたオナー6プラスのご紹介、それからですね、最後の方になりますけれども、今回の V モールで展開させていただきます商品につきまして説明をさせていただきます。まず何よりもこのダブルレンズのカメラというものが特徴になっております。でこのカメラで何ができるかということなんですけれども、この一番手前にいる女の子はとっても美しく写っております。そして後ろの方のスフィンクスですけれども、これがボケたような感じになっておりまして、こういったですね、一方鮮やか一方ぼかしたといった感じの芸術的な写真を撮るというようなことが可能になります。そしてこれももう一つなんですけども、まあ、こういったですね、美しい女性をやっぱこうクローズアップしてピシッとこう撮って、後ろはちょっとぼかした感じでくっきりと鮮やかに写すと、まあ、いったこういったことも可能でございます。そしてこれは、夜の、まあ、とってもまあロマンチックな光景なんですけども、湖があってその奥に、綺麗な建物があります。でこれが夜景で、普通に撮ってしまうと、まあ、向こう側に光がポツポツなんですけれども、オナー6プラスを使いますと、まあ、こういった綺麗な、芸術的な撮影が、撮影ができるという機能を持っております。 The Honor 6 Plus features unique symmetrical dual camera technologyWhen a photo is taken, the amount of light reaching the lens and sensor is twice that of a single lens, and an effective pixel size of 1.98 There are two rear 8MP lenses that produce photos with a resolution of up to 13MP. The phone features an octa-core Kirin 925 processor, a separate SLR-grade ISP. These features combine to produce professional quality photos.And eliminate the need for large sensors on lightweight phones. When taking a photo, both lenses work simultaneously to achieve a rapid focus on the object. This is based on the stereo triangulation principle, which works just like the human eye. Two lenses can obtain the absolute depth of the focused object in real time. The camera uses a closed-loop motor to achieve a rapid focus in just 0.1 seconds.The Honor 6 Plus's dual camera design features a unique 3IE algorithm system and depth of field ranging from 70 millimeters to infinity. You can adjust the settings to achieve a range of depths from f0.95 to f16. In night mode, both the lenses capture light. The brand new vision camera technology allows both the lenses to perform iterative exposure. The unique multi-frame noise reductionand image synthesis algorithm greatly reduce image noise and produce more defined details. When capturing a photo, the enhanced HDR mode in the 3IE algorithm system uses dual exposure to capture both the lighter and darker areas of the photo. The data is then processed rapidly to produce an HDR photo that not only offers a higher dynamic range, but also eliminates the dark areas often seen on ordinary smartphone photos.でこれはですね、まあ、ちょっとした比較になるんですけども、iPhone 6 Plus で撮った絵はこのような感じで、弊社のものですとこのような形でですね、夜でも綺麗にこう絵が撮れる。別にこれはわざと光を当てたわけではなくてですね、これがそのまま同じものを撮ってこうなるということでございます。そして夜は夜でもですね、スーパーナイトモードというのがございまして、これはスローシャッターということで少し時間を長くしております。その関係でこういったですね、光の流れも取れる、そして建物もきれいになると、といった機能を持っております。まあ、セルフィーをきれいに撮ろうというところで、セルフィー用800万画素でございます。800万画素のセルフィー用のカメラで、広角できれいに顔が撮るというか、まあ、映せるというだけではなくて、さらにですね、美白モードですとか、そういったものも持っておりまして、女性の人にはとっても嬉しい機能だというふうになっております。またグループで映せる機能ですとか、そういったものもこのパノラマ機能ですね、もう具備しておりまして、
皆さんでセルフィーを楽しんでいただくと、まあ、自撮りですね、やっていただくことができる。で、広角ですので、まあ、あちこち最近問題になってますけど、自撮り棒がなくてもかなり撮れるものだというふうに自負しております。そしてこうやって撮ったですね、カメラ写真、それを美しく見せるというところで、JDI 様の 5.5 インチの IPS ネオ液晶を用いて、非常に綺麗な画面、まあ、最短の比較で恐縮なんですけども、このような綺麗な画面が出るといったことになっております。で、指紋防止コーティングというところで、使っても使ってもそんなに汚れないといったような構成にもなっております。そして、他の機能といたしましては、まあ、3600ミリという、まあ、大きなバッテリーを積んでおります。 5.5 インチクラスでは最大だというふうに思っております。これによりまして、でバッテリーの持ち時間、また iPhone が出てきますけども、 iPhone も 25% ぐらいは長持ちすると、まあ、使い方によってはもっと長持ちするんですけども、まあ、そういった感じでですね、皆様に十分カメラライフを楽しんでいただける、そういった携帯となっております。そしてこういったですね、カメラ技術ですとか、まあ、ビデオもあるんですけども、そういったものを支える、プラットフォームといたしまして、オクタコア、8コアですね、8コアの、CPU を積んでおります。コアテックス A15 1.8GB が4つ、 A7 で 1.3GB が4つと、まあ、技術系の方はまあよく分かるかと思いますけども、こういったですね、高機能の CPU を積み、さらにメモリといたしましても 3GB の RAM を積んで、サクサクと動作をすると、そういった環境を提供しております。またマイクロ SD も 128GB まで持っておりまして、撮っていただいた写真もたくさん溜まれるという状況になっております。そして、ID スタイルですね、デザインも、ね、こだわっておりまして、この6層のマイクロパターンというところで、見る角度によって、いろんなデザインが見れるといった、そういった姿形も楽しんでいただけるといった端末でございます。そしてフレームはメタルフレームで、ダイヤモンド切削という技術を使ってきれいなフレームを提供しております。我们将提供面向日本市场安心的产品，提供高品质的高品质高规格的这种性价比高的手机产品。こちらがシムロックフリーのスマートフォン、オナー6プラスです。とても画面が広いんですけれども、持ちやすくて、何よりもやはりこちらダブルレンズ機能というのがすごいですね。たくさんの写真が撮れそうです。このスマートフォン、これだけのスペックがありながら、やはりお値段がお買い得なのではないかなと思いました。楽天市場限定で買えるというのも面白いですね。こちらのスマートフォンがこれから日本市場でどれだけ受け入れられて広がっていくのか、とても楽しみです。